象が、美平介から1890年3月18日は、安房国立山出身の大津撲力士。最高位は大関。身長171センチメートル、体重103キログラム。所属部屋は、谷川部屋、雷部屋、高砂、海生組。幸運かつ異例なスピード出世で知られる。元幕下二段目。 桑形の四代、谷川の門人となり、1859年11月、桑形平治の名で幕下に付け出される。1861年、とどろ平助と改め1866年、11月場所4日目より、丸亀藩の抱えとなり、像が美平助を名乗る。1868年6月入幕。1870年4月小結を飛ばして、関分け。 翌1871年3月記念3夜、五郎の引退を受けて、大関に昇進。入幕から6場所での大関は、年功序列の当時としては考えられない、スピード出世だった。たくましい体で、力量もあったが、不器用な取り口で、大関わずか3場所で1872年4月、限りで引退した。 年寄り白玉となるも、翌1873年高砂改正組事件が起こると改正組に加わり大関を務めたが、これも長続きせず不遇のうちに距離に帰り1890年3月18日に55歳で没した。ありがとうございます。